こんにちは、女子高生起業家の桃香です。今日は法政大学大学院教授の石山信孝先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。今日はキャリアプランの立て方を教えていただきたいと思います。まず私のキャリアプランなんですけど、はい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 、大学に入って知識とかを蓄えた上でやりたいことがあって、学校に起業家体験学習を導入したいなと考えて、でその理由としては私自身が起業していろいろ社会の見え方だったり社会問題を考えるきっかけになったりしたので、うんうんうん、やっぱりそういう教育を広めていきたいなと考えて、その起業家体験学習を学校に導入したいんですけど、大学卒業した後にはその NPO を立ち上げて、その各学校に応じたキャリア教育の進め方を提供する。起業家体験学習ってどんな風にやるんですか？例えばなんですけど、まずは起業家の人とか、様々な会社での勤務経験のある方を呼びしてお話を聞く、それで社会で働くどういうことかっていうのをまず理解の後に、グループワークとかを中心に あったらいいな、こんなものみたいな感じで商品を開発してたり、あとサービス、開発していきたいなと考えています。なんならうまくいったら実際起業しちゃうみたいな感じなんですね。そうですね。それいいですね。ぜひぜひ実現して、あの法政でもそれ実現してほしいですけど、あのぜひお願いしたいですけど、そもそもなんでこう起業っていうのにそういう興味があったんですか？やっぱり日頃商品とかを買う上で、なんでこの値段になってるんだろうとか、ブランド品とかもなんでこんな高いんだろうなとか、いろいろ疑問を持つことが多かったんですけど、その疑問をなんか NPO 法人主催 そのイベントで、一から商品を中高生ショップとして商品を売り出すなった時に、価格設定の背景とかを理解することができて、あ、私もやっぱりこういう商品を売ることに携わりたいなって思って起業するとか。そうなんですね。ってことはなんか NPO とかでやった時にもともと商品に興味あったけど、一通りこんな風にできれば商品って作ったりとか、あるいはなんかこう欲しい人に届いたりするんだっていう、なんか一連の流れがなんとなく分かったから、やったらこういう風にできそうだなと思ってこうやってみたみたいな感じなんですね。はい。桃香さんってもう結構その起業しちゃったから注目されてると思うんですけども、そもそもなんかやりたいことがそれなりにはっきりしてる時点ですごいと思うんですよね。しかもなんかこう大学ではそういうプログラムやりたいってなってるし、その卒業してからは今度その NPO とかでそういうことが実感できる仕組みをやりたいっていうような、なんかこうやりたいことを軸に割とそういうイメージがはっきりできちゃってるじゃないですか。それ自体がもうかなりだいぶ強くて、そこまでいくとみんなこうキャリアプランっていう、のをなんかうまく作れるもう第一歩みたいなのは割とクリアしちゃってると思うんですけども、それ周りの人と比べてどう思ったりしますか？やっぱり高校3年生になって進路も決定するってなった時に、周りではやっぱりこれもやりたいけど、あれもやりたい、どっちに進んだら自分がいいのかとか、結構迷うと思うんですよ。でそういう時にやりたいことがない人とかもいて、そういう夢がない人がこうキャリアプランを立てる時はどういうなんか視点をもらったり、どういうことに参加したりするのがいいのかなって、そうですよね。桃香さんは割と結構なんかいい NPO のプログラムとかあって、これ面白いなと思っちゃったから良かったかもしれないですけども、高3でやりたいことがそんなにあるっていうこと自体があるのかなとかって思ったりして、それなんか珍しいし、なくても全然いいのかなって思っていて、でもちょっと大学に入って、まあ、大学に入らなくても就職してもいいんですけども、そういう中でちょっとむしろいろいろ経験する中で、あ、これってなんか自分が面白いなとか、なんかこういう時って自分が生き生きするなとか、こういうのはちょっとやりたくないなっていうのをむしろ経験する時期って考えてもいいかもしれないし、なんかやりたいことってね、なかなかねバシッと22歳で決まるみたいな話でもなくて、僕らの世代になっても、あの50代になってもなんかね、自分のやりたいことって何でしたっけみたいな感じにみんな なってるんで、まあ一生探していくぐらいでいいのかなと。まあだからといってキャリアプランを立てなくてもいいって話じゃないんですけども、かといってやりたいことはこれですっていうのが分かんなくてもいいかなみたいな感じもあるんですけど、どう思います？やっぱり大学はまあ
どこでもいいやってなっても、うん、就活ってなると、うん、自分が働くところ、うん、お金をもらって働くところじゃないですか、うん、そういう時に、うん、なんか曖昧な判断でいて、うん、すぐ辞めちゃってとか、うん、最近早期離職とか多いと思うんですけど、うん、早期離職しちゃったとしても、うん、そのキャリアプランを持ってたら新しい道を選べたりするので、うんうん、キャリアプランを作るって上ではいいなと、うん、あ、なるほどなるほど。キャリアプランがあるっていうのは大事だと思うんですよ。ただなんか絶対自分はこれだけになりたくてこれだけのためにプランするっていうよりはもうちょっとこう幅広な話でなんか自分でこんなことをやってる時に意義を感じるなとか価値を感じるなっていうのがちょっとやや広めにあって、で結構ね修正変わってくるんですよね。会社に入ってからも就活の時も割といろいろインターンシップしたりいろんなその会社の人と、まあ、できればいろいろ面談で話し合ってみたりとかそこでちょっとこう経験を積んだりしてその中で緩くプランすればいいんじゃないかなと思ってるんですね。ちなみになんですけど、はいはい、石山先生ご自身のキャリアプランってどういうふうに立てたんですか？はい、大学の時は将来小説家になりたかったんですよ。でなんかコンテストとかあるんですけどほとんど全部落ちてて、で、まあ、小説家になれないんだったらもう何やっても一緒だなと思って、だけどなんかこうものづくりの方が関心があったんで、まあ、メーカーぐらいに広く絞ってて、だから何も考えずにいろんなメーカー受けて、まあ、受かったところに行ったっていう感じなんですよね。でそしたらたまたま人事部に配属されて、当時バブル時代だったんで定年までその会社に入れるだろうしいるっていうのが普通だと思ってて、で自分もあこれでこの定年までこの会社にいるんだろうなと思って、まあ、で人事になったからこうとりあえず人事やるかみたいな感じで、まあ、何も考えてなかったっていうのが正直なとこですね。ところがまあ結果的には定年までその会社に全然いなくて、なんかまあ2回ぐらい転職してこう3回目の転職が法政大学だったってことなんですけどね。だから割とこう結構偶然みたいなところに左右されてたところありますよね。偶然も重ねないとか、そうそう、まあ、偶然とやりたいことが結びついてくるみたいな。石山先生的にそのキャリアプランを考える上で一番やっぱり最も大切なものって偶発的なものに飛び込む姿勢とか、それまでのことを一生懸命するっていうことに帰着するんですかね。偶然を生かすのってちょっと2つあると思ってまして、はい、やっぱりなんか好奇心があるからいろんなところからいろんな人と会ったりとかっていうのもあるんだけど、やっぱりこう大枠で自分がこんなことをやってるから価値があるとか意義があるっていうのを自分の中で分かってると、人事でこんなことを実現したら自分でワクワクすると思うからその偶然でそこに行くわけなんで、なんかやっぱ大枠でやりたいことがあるっていう2つが大事かなと思うんですけど。今日はありがとうございました。ありがとうございました。まあ、ワクワクすることとか、まあ、自分がちょっとでも楽しいなって思うことをまずは見つけるっていうか、いろんなことを経験してみて理解した上でいろんなことに参加してプランを、あ、そうですね、はい、そういうことです、はい、ありがとうございますありがとうございます。今日の動画はここまでです。この動画が良かったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いしますよろしくお願いします。